国幸福会、日本の新一万円札に強い遺憾、植民地収奪の象徴的な人物、即時撤回を要求。中央日報日本語版7月2日です。日本の新札に日本植民地時代に日本の銀行を朝鮮に進出させ植民地政策を主導した渋沢栄一の肖像が入るというニュースに幸福会が強い遺憾を表明し直ちに撤回を求めた。幸福館は1日声明を出し、日程、新札張本人の貨幣人物決定は植民地支配を正当化しようとする欺瞞的行為と明らかにした。まあまあまあ、何をやっても反日反日でキーキーキャーキャー言うのがこの人たちだと思いますけどもね。幸福会というね、光を服する会ということで、まあその日本によって虐げられたね暗黒の日程時代をね、こう否定して、朝鮮のね偉大さをね蘇らせるんだ的なねことなんでしょうけれどもね。まあちょっと今採択期間中ですからね、やっぱこういうことを言われたらですね、徹底的にやっぱりね述べるしかないです。はい、まあまあこれね、あのだって福沢諭吉だった時は脱はニューオーロンとか言って朝鮮を貶めたみたいに散々言ってて、渋沢栄一にしたら植民地支配のどうのこうのって、これねどこの国もそんなこと言ってこないわけですよ。あの日本の海外領地っていっぱいありましたよね。例えば香港もそうですし、あの台湾だってね、南洋諸島だったりとか、マレーシア、シンガポールもそうですよ。で特に台湾なんて、あの朝鮮と同じくね結構長い間日本の統治下にあったわけですよね。でじゃあ台湾がこういうこと言って言ってるかっていうと言ってないんですよ。韓国だけなんですよね。いやむしろ日本時代は日本が投資して産業基盤ができて未だに使っていて感謝してるっていうことは言いますけども、だって日本は台湾に対してだって朝鮮に対してだって同じように接しているわけです。そして大阪帝国大学よりも先にソウルのね慶城帝国大学を作ってるわけですよね。で学校も作り鉄道も敷いてダムも作りとかやってるわけで、それで同じことをしてても台湾からは感謝され、で朝鮮からは恨み節、千年の恨みとか言われてるわけですね。でそもそも植民地支配じゃないですから、欧米列強がね、じゃあアメリカがね、スペインがね、ポルトガルがね、じゃあアジアの国々に対して何をしたのかっていうね、彼らは本物の植民地支配してるわけですよ。イギリスがインドとかね、もうめちゃくちゃの植民地支配してるわけですよ。だから同じ言葉でくくられたくないですよね。日本も統治下に置いた、まあ朝鮮を統治下に置き、そして台湾を統治下に置いた、それぞれ理由があって全部あの条約なんです。日韓併合条約、それから台湾の場合は下関条約ですよね。日清戦争の後、国際法上正当な手続きを経て日本が統治しているわけですから、統治したという点においてはね、同じ植民地ということもできるんでしょうけど、でももし仮に植民地というのであれば、欧米列強のねアジアの植民地経営と日本のねあの朝鮮台湾の経営は似て非なるものですから、同じ植民地という言葉でね、さも同じようにね、イギリス、スペイン、ポルトガル、アメリカ、フランスがね、じゃあアジアでしたような、そういうねあんなにひどい植民地支配をしたと誤認されたらね、これはね良くないですよ。違うもん全然、持ち出しの方が多かったんだから、収奪したと、いやむしろ与えた持ち出しの方が多かったんだから、それを植民地支配、じゃあ植民地支配っていうのはチューチューじゃないですか。その植民地の富をチューチュー吸うのがこれ植民地支配ですよね。与えて与えて与えて持ち出しの方が多かったら、むしろ日本が、だからそれで言うんだったら日本が朝鮮の植民地だったみたいで、日本人が汗水垂らして働いてね得たお金をどんどん朝鮮に渡してたわけですから、もう日本が朝鮮の植民地だったと言っても過言ではない。そのぐらい金渡してるわけですよ。それを欧米のようなチューチューの方向が逆ですからね、朝鮮にチューチューされてたんですよ。だって金がない、金がない、金がないというか、分かった、じゃあこれ使い、分かった、これ使い、いや金がない、金がない、分かった、じゃあこれ使い、分かった、これ使いって、ひたすらお金貢いでたんだから日本は。それで収奪された、いや収奪はしてないんですよ、貢ぎましたよ朝鮮に、収奪してないんですよ。渋沢栄一はね、朝鮮のね発展に寄与したと、銀行設立に関わったりとかね、非常に偉大な人をね選んでくれたと言われればね正しいですけども、収奪ってあんたいつ収奪したんですか。してないんだよ、もうね、いただきリリちゃんみたいなんだから、もう貢いでたんだから、何言ってんだって話ですよ。で最後踏み倒されたんですからね、で最後お伊勢にまで払ったんですから、いくら払ったと思ってるんですか。収奪って逆だっつんだ全く、はい、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。
本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。